今日はきちんと出てるな、しず。おはよう。うん。なんだそのふてくされた態度は。先生悲しいぞ。さえりうるさい。早く始めて早く終わらせろ。はいはい、わかったわかりましたよ。そんじゃ原告のプリント配るから。と言ってもしず一人か。はい、受け取んなさい。あれ、しず一人だってさ。そんなに難しい問題作ったつもりないんだよ。平均点だって70超えてたんだから。だってリンナはとっくに終わってるわよ。あいつは毎日来てたんだから。で、今は大会に向けて猛練習してるわよ。もう来月だもんね。そうなんだ。そうなの。はい、こっちが古文のプリント。あんた3日サボったんだから4枚ずつね。なにこれ、こんなにできないよ。できなくてもやるの。今日1日でできなかったら明日も来なさい。明日も終わらなかったら明後日も来るの。シズ一人だけで。シズ一人だけで。帰る。却下。サエリ横暴。横暴なのはどっちよ。あんたが真面目に補習受けてりゃ私は今日から完全休暇だったのよ。サエリの意地悪と納得したところで、さあ始めなさい。サエリ、ここわかんない、教えて。開始5秒で投げ出すの、ちょっとは考えろ。わかんないものはわかんない。サエリの教え方が悪い。あんたいい度胸してるね。じゃ反省の意味も込めて夏休みの追加課題よ。教科書、参考書、問題集、何見てもいいから、まずは自分で考えてみる。お昼のサイレンまでにはまだ2時間はあるよ。さ、頑張った頑張った。あんたはさ、リナと違って理系は得意なんだからやればできるって。ただの食わず嫌い。つまんないんだもん。つまんなくてもいい、成績上げろ。じゃ頑張ってね。1時間くらいしたら戻るから。えっ、さっき言ったでしょ、リーナ大会近いから特訓なんだよ。顧問としてはそっちの面倒も見ないと。そんな本当にシズ一人。わかんないとこ飛ばしていいから、やれるだけやってみなさい。やるよ、やるから。サエリ、ここにいてよ。そうも言ってらんないのよね。あっちの方も寮生のステータス向上のためにいい成績残さなきゃなんないし。一人嫌だよ。だから1時間したら一度戻るから。そんなの長すぎるよ。我慢しなさい、そんくらい。じゃ、行ってくるから。ふざけるな。そんなのやってられるか。あ、それと。何？星野と
約束したんだよね。必ず勝つってさ。うえ、じゃあね、サボんなよ。しか終わんなかった。さえりのバカ。国語辞典、ミアのロッカーにあったよね。先客いたか。こりゃまた勉強熱心な。なおこ？うっと。おはよう、しず。もうお昼だけどね。どうして？受験生に夏休みなんてありますね。今日は古典の自主補習。え？補習の成績が落第だったんで、補補習を言いつけられました。リンナ？夏休みの間に必死こいて努力するのが他人を蹴落とす近道だと某生徒会長に聞きまして。ミア。みんな、今は休憩時間だよ。勉強よりも先にお昼ご飯にしようよ。海も。
おお、みんな揃ってるね。それじゃ、机くっつけて。誰かお弁当広げて。私、お茶配るから。おにぎりまずは2つキープね。これはおやつ用で。せめて残ってからにしてください、リーナ先輩。いつもの食卓とちっとも変わんないわね、あんたは。大丈夫だよ。本当にたくさん作ってきたんだから。さてと、準備できたね。それじゃあ寮長から。ここは学園なので、生徒会長の方が権限があります。私、教師。一部学園職員のザレ言は放っておいて。手を合わせて。ちょっと。いただきます。いただきます。ああ。だからさ、3番はね、主人公よりも親友であるケンの心情の方を聞いてるわけなのよ。ああ、この問題あれですね。親友に好きな女の人を取られて人生に絶望して自殺する負け犬の末路を描いた悲惨な物語が題材なんですね。お前はもう一度原作を最初から読み返してこい。え、違うの？どういうことはタル？なるほど。どういう経緯か大体想像がついたわ。それで先輩は読書感想文だったらこっちを読めと、大野やすしの新書を貸してくださいまして。何も知らない後輩に何通本を。文学小説は文学小説だけど、内容に問題がありありでしょうが、女の子にあれの読書感想文書けっていうの？いや、後で回して。ちょっと、みんなうるさい。勉強できないよ。え？あ、ごめんね、しずちゃん。で、どこまで進んだ？5枚目、終わった。あと3枚。おお、進んだね、しず。それ、私の3日分だよ。よくもまあ続くね。私、自主補習。私、保護習。ライバルに差をつけるために。みんなのお昼ご飯を運んできて。
ちゃん、あのね、実はね。単なる偶然だ。うるさかったらごめんね。でもみんなで教え合った方が効率的だと思わない？私、しずちゃんと一緒にお勉強したいです。ダメですか？話はまとまった？それじゃ、設問4の解説いきたいんだけど。ああ、あれですね。章を引とすれば、まずは馬からとばかりに主人公がヒロインの母親を口説きにかかるくだりですね。誰がそんなマニアックな解釈をしろと言った？久しぶりですね。みんなで仲良く下校なんて。そりゃ、夏休み中なんて登校しないし。私は部活があるから毎日寂しく下校してますとも。右に同じ。というか、全部リンナのとばっちりだけど。うわ、それ顧問のセリフじゃない。まるっきり想定外に補習が回ってきた教師としての言葉。よく寝てるね。すっごく可愛い寝顔だよ。何楽しいのかな。声なんか聞いてないよ。顔見てるだけだもん。嬉しさは転生するんだよ。星野、早く来ないと置いてくぞ。そんなこと言ってもさ、今日学園にみんなを連れてきたのあんたじゃん。ちょっとは感謝してるよ。本当に変わりたいの？シズをおんぶなんてうざくてやってられっかって言えれば変わってやってもいいけど。このバカをやめ。
幸せそうに眠ってるな、こいつは。参考までに今の星野と同じような顔してるよ。入浴時間にお風呂に入っても、ま、多めに見るから。その代わり例の制約忘れるんじゃないわよ。シズの保護者の一人として。それめちゃめちゃ判定しづらい。
そよ風にリボンが揺れる革命の火蓋が切って落とされる傷がしつこいから
いつものウェタリならもっとうまかった。頑張れ。うん、もっとそう、微妙。あ、そうそう、いいリズム。やればできるじゃん。ドキドキする。